ポール・トンプソンはアメリカ合衆国の哲学者。テキサス A&M 大学とパドゥ大学で哲学の役職を歴任した後、現在はミシガン州立大学で教鞭をとる。農業、食品における科学技術の指導と開発に関連する倫理的、哲学的な研究を行っている。トンプソンは農作物と畜産動物における組み換え DNA 技術の適用に関する一連のプロジェクトを引き受けた。1992年、トンプソンは農業とバイオテクノロジーに関する哲学的な議論を提起した最初の大部の著作フードバイオテクノロジー・イン・エシカル・パースペクティブを発表した。2007年に同書は改訂され、同年トンプソンはヨーロッパ諸国だけでなく、エジプト、タイ、台湾、メキシコ、イスラエル、ジャマイカなどで講演を行っている。彼の仕事は哲学分野のジャーナルだけでなく、植物生理学や生命工学などの科学、技術分野のジャーナルにおいても読むことができる。トンプソンは現在全米研究評議会の農業バイオテクノロジー会議とカナダの遺伝子工学に関する諮問委員会に参加している。現在のトンプソンの関心は農業食物システムとナノテクノロジーに向けられている。バイオテクノロジーのみならず、トンプソンは環境保全における農業の社会的重要性を広く周知させた。4人の共同執筆者と書かれた1992年の著書セークリッドカウズ&ホットポテトス、アグレリアン・ミス&ポリシー・リアリティーズは、米国議会の農業スタッフのための教科書に採用され、農業経済学協会賞を獲得した。彼はまた、農業の哲学的、文化的な重要性についての大部の論文を発表している。代表的なものとして、The Spirit of the Soil, Agriculture and Environmental Ethics と The Agrarian, Roots of Pragmatism が挙げられる。いずれも日本語訳は交換されていない。W.K. ケログ、Chair in Agricultural Food and Community Ethics。ありがとうございます。